ぶりです。もう準備はね、OK です。準備はここに持ってきた。 OK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 。 あとは荷物を持ってそのまま行くだけです。メイクもおしまい、まあ、あとちょっとリップを塗るだけです。メイクもおしまいしました。行ってきますまだですよ。今抜け出したらちょっと困る。ちょっとね、今はね。おはようございます。今日のメイクのポイント、今日は何も考えずにやったからな。何やろうか。今日のメイクのポイントはリップを塗っていないところ。うん、この枠で何かするかもって言ってたけど、何がいいかなと思って考えたけど、なんかアクセサリー紹介みたいなしか思いつかなくて。昨日よりは薄くしました。薄め。まあリップ塗ってないっていうのもあると思うけど、昨日と同じリップ塗ったら濃く思うか。そう、ナチュラルリップ。うん、どれいいですかね。アクセサリー紹介、ケトはいいけど、アクセサリー紹介でも。巻き髪配信、巻き髪配信見ますか。ヘアアレンジとかってさ、なんか女の人やったらできるけど、あれやから、まあアクセサリーもそうか。うん、さっき激辛ラーメンを食べてたらどう。ケイトの家には激辛ラーメンは置いてないです。食べない、置いてない。そう、置いてないの。辛いの食べへんもんけど。そう、辛いの食べれなくて。アクセサリー紹介でもいいよって。どうしましょうか。朝からラーメン食べてるのすごいな。すごい。今すぐ持ってこれますよ。全然。目見たいですか。興味あります。まあいいか。すぐそこにあるし、ちょっくら行ってきます。
よいしょよいしょ、そんないっぱいないけど、そうやってみなきゃ分からんしな。まあやってみましょう。何からいきましょうかな、何からしようかな。じゃあ、まあ、とりあえずアクセサリーやから、あ、忘れた、まだあるんやった。ネックレスから、ネックレスそんなにないんですよね、きっと。細いのはこんな金色のハートちゃん、これよくつけてる。こうやってやれなんかあ、いかん、細いやつよくつけてる。これどういうとこで買うか、アクセサリー屋さんですあそこナンバのとことかで買う。これもそうちゃうかな、なんかナンバのなんかどっかで買った。あとなんか真ん中になんかある、そう何にでも合うから持ってる。で次細いのまたピンク、細いピンク、これもハート、ちょっと傾いたハート、これはピンクゴールドです。さっきのほらちょっと色が違う、ピンクゴールドっていう色。細いのもこれぐらい、細いネックレスあんまりないで、あとはあ、これはちょっと太めの、何もついてないただのシルバーネックレス。これメンズやったと思う、男の人用。何もついてないけど、これはちょっとクール系とかなんかそういう時に使います。何もついてない、これちょっとメンズやったから弟にあげようかと迷ってて、まあ弟にも貸せるっていうやつですね。あ、これかわいいやつや、これかわいいんですよ。これもシルバーで、見てください、ハートの鍵になってる。これもなんかこれなんかつけてた、何の時やったか忘れた、なんかやってましたよこれ。これもゴールド、こういう可愛くないですか。これはちょっと結構でかいでかいやつ、可愛い。あ、こんな感じですね。もうちょいあるけど忘れちゃった向こうに。
今あるのはこんな感じ、ネックレスね、チョーカーがめっちゃある。これよくつけてるチョーカー、こうやって頭入れてやる。ただのもうザ・シンプルなチョーカーで、ハート付きバージョンもある。ハート好きやな、ケイト。これちょっとなんか昔買った。あとはあ、これも一回つけてた。なんか青の星、この星となんかついてる。と太めの三角形。ですハート。このやつです。またハートや。これもつけてた、これキャスケットかぶってるやつに。時に。そう。とあとは。赤と、あ、これかわいい。あ、これかわいいやつやのに、なんかあ、ほどけてるやん。あ、ほどけて壊れちゃった。あ、でもいけるか。そう、なんか捕まった人みたい。ピンク、これ難しい。ピンクとこれは難しくて、2本つながってるからまっすぐにしやないとあかんって。なんかこれもつけてたことある。なんかピンクのこんな感じですかね。チョーカーはこんなもん。何行こうかな次。イヤリングかリングか、あ、ブレスレット。ブレスレットは少ない。ブレスレットもちょっといっぱい買いたい。これ見たことあると思う。こうやってこうね、ぐるぐるってしてこうつけるやつで、これできる、そういう、そう、青いやつと、これの緑バージョン。これはマカンと一本だけ、ちょっと色が違う。そう、こっちはこっち何やったかな、高島屋かどっかです。すぐ帰る。そこに、これもよくつけてる。これはこうぐるっと2周してこうやってつける。革のこれ一番好き。これ可愛くないですか。またハート。これも革のやつ、こんな感じの革で、レザー。でもブレスレットこんなぐらいしかない。ちょっとまた新しいの買いに行きたい。新しいやつ欲しい。リングがさ、めちゃくちゃあるんですよね。リングはありすぎてちょっとやばい。もう紹介とかのレベルじゃなくある。めっちゃある。どうしよう。じゃあ、めっちゃあるんですよね。ありすぎて困る。ほら、辛いんだけど。あ、タワー来た。全然気づかんかった。あれ、ケットの方。あ、来た。ありがとうございます。どこや、どこ行った。
ちょうど星で隠れてて、あれどなたやろ、どなた様でしょうか。タワー見つからへん。どこだ、あれ、あ、ワームさん、ワームさん先ほどに引き続きありがとうございます。ワームさんありがとうございます。これはこっちはあれ大阪城じゃなくて、あれあのあれ見られへん。遡って、あ、こっちか。ありがとうございます。あ、だ、東京タワー、通天閣、どっちや、ちょうど隠れてる。ありがとうございます、嬉しい。じゃあちょっとありがとうございます。嬉しい、ありがとうございます。エッフェル塔なんやなんや、この塔はなんや、でもありがとうございます。じゃあね、続いてまたリングの紹介をします。じゃあもういっぱいある。こんなにもある。こっちはシルバー系、こっちはゴールド、こっち上ちょっとシルバー。大量ハートね、ハートでかい。ハートばっかりやん。これもハート、ちょっと分かりづらいか。ハート、お気に入りはこのシルバーのちょっとウェーブがかかってなみなみのんとか、ほんとなんやろ、シンプルなやつが好きだから、あ、細いやつとか、さっきのハートも好き。このこれ2色持ってる、この分かりますかね、ハートがいっぱいつながってる。カレンタン、お、カレンタンもありがとう、来てくれて、いっぱい来てくれてる。こんな感じかな。なみ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 好きかもしれない。こんな感じです。ではでは、次どうしよう、メガネかイヤリングか。イヤリングにしよう。イヤリングはいっぱいあるから、これとよく見たことあると、これとお花、この爽やかな色、これしかなくて、あとなんかワンポイント、ハート、これかわいい。ハート好きやな、ほんまに。揺れるハート、なんか、あ、ストライプ、三角形ストライプといっぱいあるな。あ、これ見せたことないかも。ヒョウ柄ハート、可愛くてどこにでも使える、ごっついけど。あ、これも可愛い、これお気に入り、揺れるふわふわ
またハートや、ピンクのハート。ピンクのハート。あ、これもよく見ると思う。金色のこのなみなみ、これかわいい。あと赤、これもつけてた。あとはまる、丸とか、かな、こんな感じ。あ、星。こんな感じですね、イヤリングは。あとはメガネか、伊達メガネ。見た目は子供、見た目は子供、中身も子供の名探偵のメガネ。これ図書館にいそうなメガネ、ゴールドの図書館系のメガネ。図書館にいそう。これは超シンプル。黒、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 黒メガネ。あ、ちょっと反射がすごい。黒シンプル。あ、これもこれよく見ると思う。このひょう、なんかひょう柄みたいな、このひょう柄みたいな。フレーム、サングラスか。あとはピンクのサングラス。と、青のサングラス。青。と、黒のサングラス。真っ黒。あ、あとこれもや。最近流行ってるこの透明フレーム、最近流行ってる透明。って感じです。こんなもんかな。あ、あとはいっぱいあるな。これ、これはなんかポニーテールとかしてこうやってくぐってリボンにしたらかわいいよーって感じの。これなんで買ったんか分からへんけど、まあヘアバンドみたいな、スポーティーな時に使えるかなみたいな。使ったことないけど買いました。こんな感じです。そんな感じです。この透明フレームは流行っとるらしい。あ、あと4分やって、めっちゃ完璧やん時間。こんな感じかな。
と皆さん興味あるかは分からんけどそんな感じでした。そう、これ買ってみてください。このクリアフレームの透明、おすすめ。メンバーとお揃い、お揃いはねあんま買ったことないけど、でもあのよく見るこの、これはお揃い、泉氏とあとあれ SKE さんの大谷由紀ちゃんとお揃いです。お揃いって感じです。おしまいです。そう、みんなドラさんゆうゆうと同じです。3人でお揃い。それではこんな感じでした。こんな感じでした。またどっかで出てくるかもしれない、お楽しみにということでランキング発表に参りたいと思います。13位ライフさんありがとうございます。12位さわまるさんありがとうございます。11位七之助さんありがとうございます。10位福さんありがとうございます。9位キムコバさんありがとうございます。8位ペペさんありがとうございます。7位なんちゃんさんありがとうございます。6位リンさんありがとうございます。5位お気楽自由人さんありがとうございます。4位ミカの大好きさんありがとうございます。3位ナオトさんありがとうございます。2位フガシさんありがとうございます。そして1位がワームさんです。ありがとうございます。ありがとうございます。スペシャルギフトを送ってくださった皆さん、星投げカウントをしてくださった皆さん、コメントしてくださった皆さん、見に来てくださった、おおすごい、3191名もの方が見に来てくださってました。なんとありがとうございます。この最終日2枠目はアクセサリー紹介ということでございました。皆さんありがとうございます。それでは私は今からお話し会へしたいと思います。お話し会したいと思います。お話し会へ向かいたいと思います。ありがとうございます。面白かったですか？そう、じゃあということで皆さん名探偵ケットでお別れです。それではありがとうございました。なんでケットこのメガネ持ってるんやろ、分からんけど、名探偵ケットだ。さようなら。そう、賢く見せるために。それでは。